100均で買ってきた大きな折り紙で、大きな鶴をジバニャンとコマちゃんと一緒に置いたいと思います。では早速折っていきたいと思います。はい、今からこの大きな折り紙で鶴を折っていきます。まず三角形に折ります。
れでほとんどはできました。あとはくちばしを作るので、くちばしはどちらにつけてもいいです。まあこっちにつけて、あとはここで膨らまして、開いたら完成です。意外と綺麗にできましたね。今日は100均で売っていた大きな折り紙で鶴を折りました。まあ皆さん結構鶴って有名なので知ってると思いますが、ちょっと大きい折り紙で作ると簡単じゃないんです。難しいんです。まあ綺麗にできたから、結構綺麗にできたんでいいかなと思います。まあ皆さんも折ってみてくで、折ってない人は折ってみてくださいね。また見てね。バイバーイ。